トーマスのキャラクター紹介。本日はハリーとバートです。ハリーとバートは第5シーズンから登場する双子のディーゼル機関車。正式名で登場するのは第6シーズンになってからでした。以前は精錬所で、現在はアノファ採石場で働いています。ちなみにメイビスは職場の上司にあたります。モデルになったのは、イギリス国鉄のクラス08ディーゼル機関車。イーゼルと同じモデルということで、この3台はいつも仲が良いようです。性格はどちらも意地悪でいたずらが大好き。ステップニーやファーガスをスクラップにしようとしたり、蒸気機関車に対した仕打ちがひどいんですが、行方がわからなくなったトーマスを心配したり、デイジーの処遇に不安になったりなど、実は仲間思いの一面もあるようです。ほぼ同じ姿ですが、バートの方がヒゲがハリーよりも濃くなっています。イルとベンの双子と違い、お互いに争うような場面はありません。ハロウィンのエピソードで騙されて以来、エミリーには苦手意識があるようです。ハリーもバートも同じ名前の機関車が存在していて、ハリーにはカルディフェルのロードハリー、バートにはアールズデールのバートがいます。意地悪キャラという設定ですが、実は動物好きということも第20シーズンのエピソードからわかります。テレビシリーズ初期から存在するキャラクターですが、ハリーとバートにはどうもスプラッターとドッジをダブらせてしまいますね。それなりの悪役として、これからも活躍してほしいですね。